ドイツ国鉄544号線、別名プラウエンヘプセンは、ドイツ鉄道の鉄道線の名称である。なお、チェコ国鉄では147号線として案内、されている。チェコ国内も含めて、全線が、ザクセン王国のフォークトラントクニユー鉄道によって、開業した。現在でも、ドイツとチェコの国境を越える路線である。プラウエンヘプセンの簡略な高度のセンズプラウエン、 ヘプセンは、プラウエン城駅でまずライプツヒホーフ線から離れて、プラウエン西駅の前にジュラ川鉄道橋に通じている。列車は、プラウエンシュトラスベルク駅を経て、キュルビツ駅へ向かう。そこに、ゲーラ・バイシュリツ線はこの路線に接近して、バイシュリツ駅まで平行に伸びる。列車は続いてシロエルスター川に沿って、走行しその川を渡って、 アウトバーン72号のエルスター川橋の下を交差する。ピルク・アドルフ区間は伏線化されている。アドルフ駅では、ケムニッツ・アドルフ線が分岐する。列車は、バート・エルスターでエルスター側から離れ、大い急カーブで、エルスター・サンムヤク地帯に入る。バート・ブランバッハ駅の間近に列車は国境を2度越えて、その駅を通過し、チェコのプレスナー駅に至る。この路線は、 カペレンさんの3階の間を通過して一定な傾斜度で国境駅であるボイタノバイ駅に至る。ボイタノバイヘップ区間には電気施設が設備されている。列車はボイタノブ駅を出発するとすぐにアスヘップ区間の線路がこの路線と合流する。この路線は温泉で有名なフランティシコビラーズニエに入ってフランティシコビラーズニエ駅からプラハ及び スロバキア方面の急行列車が運行されている。列車は終点であるヘップ駅に到着する寸前に印象的なオフジカー高架橋を通過する。船内はすべて各駅停車で1から2時間に1本の運行。大部分が530号線に直通し、ヘップ、またはバートブランバッハ・プラウエン・ツビカウの系統とアードルフ・プラウエンの系統が交互に運行するのが基本。 プラウエン・バート・ブランバッハ区間は、北トラント運輸連合の区域に属する。また、チェコ国内は、本数が少なく、ヘプ・バート・ブランバッハ区間は1日あたり、平日6往復、休日5往復しか運行されない。以下では、ドイツ国鉄544号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを、一覧表で示す。なお、すべて各駅停車である。 ありがとうございます。